今日はですね、リグリオスの、カルフで、カルフの、ジェイソンをファーストする関数を作ろうとしたというお話をしたいと思います。で、とりあえず自己紹介、簡単に。京都出身で、とある場所の、情報システムという名前を雑用係してます。はい、こんだけでいいかな。はい、で、前回ですね、実は、Python を使って、リグリオスのカルクで、REST から JSON を取ってくるっていう関数を作ることになんとか成功しました。成功したといっても、僕が、失敗したままで、ある人のプルリクをちょっと受けてやっと動き出したというところなんですが、今度はですね、JSON から取ってきたデータをやっぱり普通に使えるような文字列にしたいんですね。で、JSON ってやっぱりなんかカッコで閉じられたような長い羅列なので、それはそのままちょっとその軽くで使うことっていうのはちょっと難しいので、やっぱこうファースできたらええなということで開発を始めたんですが、ちょっといろいろあってなかなか難しいかなと。最初はね、楽勝やと思ったんです。できるかな、一応ゲットレスは曲がりないのができてたので、JSON、ファーストJSON は必ずできるはずだと思ってたんですが、ちょっと諸事情があってですね。ちょっと取り掛かろうとしたときに、なんか会社のシステムの入れ替えとか、もうずっと頭の中が調教システムにしてしまって、これに取り掛かられたのが3日前。そう、このカンファレンスの3日前にやっと文献を読み始めたという謎の状態になってしまいまして、できるわけねえだろっていうふうになってしまいました。それでも一応頑張りました。前日の飲み会も行かずにホテルの中で頑張りました。頑張りました。でもできなかったです。そう、一応ね、ここまでやったんです。なんかこうファーストジェイソンっていうのが出てくるっていうところまで行ったんですけど、動かないです。全く動かないです。このバリューで出てるんで、これ何って言われてます。で、本来はここ実はジェイソンっていうのが出てきてくれる、来てほしいはずなんですが、なぜかパターンで、JSON をファーストするため の、 その例えばキーですね、キーをタブルで取ってきて渡しやろうとしてるんですけど、こういうふうに渡してるんですけど、なんかちょっとごめん、動かないです。で、ちょっといろいろと原因を探ってるんですけど、探ってるだけじゃなくて、なんかちょっと今まで作ってたゲットレストの関数と一緒に動かそうとしたんですけど、なぜかゲットレストを入れた後に JSON、ファーストJSONの関数をのプラグインとして入れると、どっちかが動かなくなるという謎現象が起きてます。で、多分今考えてるんですけど、多分フォルダ構造が全く同じなんですよ。その Python を入れるフォルダの場所が全く同じなので、それで当たってて、どっちかが動いてどっちかが動かないような状態になってるのかなと思ってるんですが、またそれもちょっとまだ試せてないです。で、さっきの、ファーストJSONの引数の問題なんですけど、これちょっとさっき説明した通りです。
で、データも取ってきてないし、パラメータの表示もおかしいし、もしかしたら Python の方のパラメータの多分設定の仕方がちょっと間違って、設定の書き方が間違ってるんちゃうかなと思ってるんですけど、まあそれもちょっと今、まだ全然探せてないです。でですね、まあ、お約束、GitHub に上げたんで、誰かプロリーグして。そして一応、僕も探してるんで、文献探してたんで、ここに、あのスクラップブックに、僕が探してた文献の URL とかメモとかも残してあるので、もうフルオープンにしてあるので、見てください。誰か助けてください。以上になりますけれども、何か。